ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-274 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-274。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。SCP-274 に暴露した建築物、SCP-274 の1、が発見された場合、直ちに上官及び、機動部隊パイワン、シティスリッカーズ、の隊長に報告を行ってください。機動部隊パイワンは、地元警察及び消防局を装い、SCP-274 の1から半径 1km 圏内を封鎖区域に指定を、SCP-274 の1を焼却処分してください。暴露者、SCP-274 の2、が確認された場合、高圧消火ホースを用いた放水により対象を終了させてください。SCP-274 の1内への侵入を試みる民間人が発見された場合、拘束後に B クラス記憶処理を施してください。SCP-274 の収容に関連する作業に用いられた、非金属製、非ガラス製器具は焼却処分し、金属製、ガラス製器具は、使用後直ちに徹底した洗浄を行ってください。SCP-274 の収容違反が発生した場合、カバーストーリー、ギャングによる放火を適用してください。説明。SCP-274 は、様々な色に変化する性質を有する、塗料に類似した外見を持つ実体です。SCP-274 に暴露した建築物の外壁には、外壁の全てを覆うほど大量の落書きが観測され、その多くは、巨大かつ不穏なデザインであることが確認されています。詳細は、ホイ274を参照してください。SCP-274 は、一般的な塗料と同程度の粘性を有し、ヘモグロビン 28%、イ 32%、クライロン社製のペイント用スプレー 60% により構成されていることが判明しています。SCP-274 は、金属面、ガラス面、水平面を除く任意の面に塗布されると、塗布面及び、塗布面と物理的に接続された全ての壁面を覆い尽くすまで広がり続ける性質を有しており、SCP-274 により壁面の全てを覆われた建築物は、内壁の内部構造を大きな貫重ゲル、内壁を位相、外壁を保護用の殻及び表皮へと帰還させることが判明しています。SCP-274 によりその外壁の全てを覆われた構造物は、SCP-274 の1に指定されることとなります。SCP-274 の1へと変異した建築物には、生命の兆候が確認され始め、外部刺激への反応や、地方動物門下中高に分類される種に類似した行動などが観測されることになります。SCP-274 の1へと変異した建築物は、その内部において物音を発生させることにより、周囲を通行する人物の注意を引き、対象を自身の内部へと誘引しようと試みます。D クラス職員を用いた実験において、SCP-274 の1の内部から確認される物音には、ガラスの破砕音、大きな咳払い、苦しみ泣き叫ぶような声など、複数の種類が存在することが判明しています。SCP-274 の1の内部より発せられる物音が、SCP-274 の1自体から発せられているものなのか、それとも、供述する SCP-274 の2により発せられているものなのかは、現在までに判明していませんが、SCP-274 の1の内部より発せられる物音は、その内部に任意の人物が侵入すると停止することになります。SCP-274 の1の内部より発せられる物音を認識した人物は、多くの場合、警察に通報する、あるいは、自ら物音の出所を調査しようと試みます。その後、SCP-274 の1の内部へと侵入した人物、以下、被害者と呼称、は、内部に存在する SCP-274 の2により獲物として認識されることになります。被害者が SCP-274 の1内に存在する任意の部屋に侵入を試みると、SCP-274 の1は直ちに被害者を意向内に吸引します。その後、被害者の肉体は SCP-274 の2の手により、SCP-274、または SCP-274 の2の原料に加工されることとなります。SCP-274 の2は、ガスマスク、または医療用マスクを装着し、明るいパステルカラーのパーカーを着用した人型実体です。男性、あるいは女性の姿を呈してはいるものの、その体は SCP-274 により構成されています。SCP-274 の2は、その質量の 45-50% を占める、高い密度と厚みを持つ被膜を用い、自らの形状を維持し、自重を支えていることが判明しています。
SCP-274-2 は、SCP-274-1 の司法として機能し、その壁と融合することにより、自らの存在を偽装する習性を有しています。この習性は、自らを SCP-274-1 の壁に強く押し当てることにより、その内部に侵入、融合することにより実行され、装着しているマスクやパーカーは、融合面に貼り付いたような形状を取り、その外見を落書きであるかのように偽装します。この習性は、SCP-274-1 が獲物と判断した対象を待ち伏せ、捕らえる手段であることが実証されており、SCP-274-1 が獲物と判断した対象が、その内部に侵入した際にのみ見られるものであるようです。SCP-274-2 の右手には、SCP-274 を噴射する機能を持つ、開閉機構付きの道の機関が確認されます。この機関は、一般的なスプレー缶に類似した外見を停止、それらと同様の使用法により、SCP-274 を噴射することを可能としています。SCP-274-2 は、被害者の口や目に SCP-274 を噴射することにより対象を無力化し、その行動の抑制を試みることが判明しています。SCP-274 を吹きつけられた被害者は、強い痛みを感じると同時に視力を失い、首から下が麻痺することになり、その後、SCP-274-1 の SE 管腔に吸引され、SCP-274、または新たな SCP-274-2 へと加工されることとなります。SCP-274-2 は、SCP-274-1 の内部に存在する間、24時間に1回のペースで自身の複製を生成する能力を有しています。また、一つの SCP-274-1 実体内に、12体の SCP-274-2 が存在する状態にある場合、新たに複製された SCP-274-2 は、SCP-274-1 を離れ、人目を避けつつ、SCP-274 を噴射可能な新たな建築物の探索を開始します。この際 SCP-274-2 は、自身が複製された SCP-274-1 から、少なくとも 2km 以上離れた地点に存在する建築物を新たな噴射対象とすることが判明しています。噴射対象となる建築物を発見した SCP-274-2 は、自身を構成する SCP-274 を全て消費し終えるまで噴射を継続することにより、新たな SCP-274-1 を生み出し、最終的に消滅することとなります。このような性質から、一切対策を講じることなく SCP-274 を放置した場合、20日間以内に大都市を構成する全ての建築物が、SCP-274-1 に帰還されると推定されています。報告書の紹介は以上だ。塗布や噴射された構造物を、下中高に属する生物に類似した特徴を持つ生命へと帰還する性質を有する、塗料のような外見をした実体、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。生命へと帰還された構造物は、能動的に獲物を捕らえ、その生息範囲の拡大を試みる習性を持つため、放置する、または対応を誤るなどした場合、数十日で大都市を壊滅させてしまうことになるようだな。SCP-274-1 と SCP-274-2 は、個別に見れば大した脅威ではないんでしょうけど、一旦増殖や拡大が進んでしまうと、対処が難しくなってしまう類のスキップということね。ああ、そうだな。K クラスシナリオの発生に比べればマシではあるが、最悪の場合、大都市を丸ごと焼却処分することになるわけなので、対処法が確立されているからといって、油断していられるスキップではないだろうな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。